え監督の太田です。えー、早いもので <laughs>、えお正月とかクリームス・ツーマスじゃないですよ。えっ、ー、と、この僕の、えー、私の映画部屋、えー、YouTube チャンネルが、早くももう、えー、今回で200回記念になりました。ええー、この間100回記念やったばっかりですよね。ねえ何考えてんだっていう。だってこれ始めたのが9月の15日なんですよ。 で、9月でしょ今、10、11、12。今、これ撮ってるのは12月半ばなんで、えーえー、3ヶ月ですよ。3ヶ月しかやってないで、なんで200回記念になるんだっていうね。え <laughs>、1日に何回出してんだっていう世界です。もう、あの、山本太郎さんの応援企画やった時に、1日ね、3本とか <laughs>、あの、毎日出してたことがあって。だから、もう午前中に収録して、これでさ撮影して、で、午後からずーっと編集して、で、あのー、 夜,夜配信してみたいなことやってたんでねそれ1ヶ月ぐらいあの前の選挙の衆議院選の時にやってたのでねいやーやっぱそうなっちゃうのかなっていう、うん、まあそれで、えー、おかげさまで収益化もされるようになりましてでまあ太郎さんの、まあ、応援団というかな応援してるような人たちもきっとねたくさん登録してくれたので、えー、今のところで1,800人ぐらい登録、えー、あって。 でよくねこんな YouTuber やってる人たち「えー、最後にねあの登録もよろしくお願いします」とか言うけど、ね、一回も言ったことないんですよ <laughs> あのそ,そういうのを別にあの期待してなかったんでっていうかねそこまで知らなかったんで考えてもなかったんでですけれども、まあ、1800人でねでただねやっぱりあの太郎さんの,そのあれの時に太郎効果でガーッと増えて1800人に行ってでその再生回数もすごいいったんですよだけれどもやっぱりちょっと応援動画,え動画応援 山本太郎応援動画キャンペーン <laughs> やった時にそれ終わってからもまあしばらくね再生数良かったんですよその波でねグッと落ちると思ったんですそこでもう <laughs> 終わって太郎さん当選しましたってったもういいやっていうでグッと落ちると思った意外に落ちずにねスーッと来てたんでおおっと思ってたんですけどさすがにもう1ヶ月う2ヶ月になってくるとどん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 落ちてきてね <laughs> であのー、まあ最近もうなんていうかなあのそれなりの あのー、人たちしか見てくれてないんですけどまあそれでもね見放さずに見てくれてる方々がいるので、まあ、ありがたいんですけどね、あのー、ちょっと今日は200回記念で何しようかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと振り返ったりいろいろ舞台裏の話したりするといいかなと思ってで、あのー、見てるとあので面白いのこのフェイスブックじゃねえこれなんだっけ YouTubeYouTube YouTube のこれってねいろいろ分析したような、ね、ページがあるんですよでそれが出てくるっていう。 で、すよで、まあ、表から見るとそれだけなんですけれども、えーどの、どういう人たちが見てるか、どこからリンクされてきたかとかあって、でそれ見て分析するのがまためんどくさいんですけれども、まあえー、ちょっといくつか紹介するとね、まずね、えーまあ、あれは1800人ですよね。で、年齢層、男性、女性でいうとね、男性の方が多いです、僕のチャンネルは。そして 一番多い年齢層、まあ、10代から20代え10代20代30代とかあるんですよえ一番多いね圧倒的に多いのが65歳以上なんですよなんて65歳なのっていう僕よりも上のうですよ なんでかなだかなんか、見てくれてる方々も本当に、あの、なんかね、お達者クラブか、なんかね、あの、なんていうかな、朝のこう、なんか、そういう NHK の番組みたいな、あの、朝から見てるのってね、あの、考慮してる方ですから、結構そういう方々が見てくださってるのかなっていうね。うん。まあ、でもね、多分、あの、あれだと思うんですよ。原発とかね、だから、令和新選組応援とか、えー、いろんな、あの、例えば戦争問題とかね、沖縄戦とかって、 やっぱ社会的な問題に関心ある人っていうのはやっぱり年齢層高いんですよだから僕のドキュメンタリー沖縄戦、えー、やった時もねやっぱり来られたお客様はね結構あの年齢層かなり高かったんですっていうのは逆に言うと若い人たちは本当に、えー、まあいないとはないですよでもやっぱり原発にしても戦争にしても、えー、そういう政治の問題にしてもやっぱ関心を示さない人たちがとても多いっていうもちろん少しはいるんですよ、ね令和 新選組のね、ボランティアで応援してる若い人たちもね、あのー、選挙前にたくさん見かけましたし、だけどやっぱ関心が薄い。で、そう考えると、こう、65歳以上が多くて、あとどん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 減ってきて、もう10、10代は多分いないですよ、20代かなぐらいいるんですけどね。っていうふうに、やっぱ関心なくなってくるんだなというね、関心なくなってくるんだなというか、関心ないんだな。で、やっぱり年取って、えー、それこそう、ん、なんていうかな。 まあ、例えば30代40代で結婚、うん、して家族ができて子供ができてするとやっぱりちょっとやっぱり社会のことを考えていくしでやっぱそれがこの子供が育っていってあの少し余裕ができてあるいは孫ができたりするといやーこの可愛い孫のためにやっぱりちゃんとした、ね、日本を残さなきゃいけないなっていうふうな思いが生まれてくるっていうだからやっぱそういう年齢になって初めていろいろ気づいたり関心を戻る時間もあるしまあまあ生活も ゆとりのある方がねその世代だと多いと思うのでいうことなのかなと思ったりするんですけれどもまあ65歳以上が一番多いその次にねあのジャンルジャンルいろいろあってとこ私の映画の部屋っていうタイトルなのにね映画の話はねあのこの映画おすすめですよってことは意、ね、外に少ないんですよでその太郎さんの応援動画以降で、まあ、人気があったものを思い出してみるとうんとね 原発のものっていうのは意外に、えー、数字が低いですね。っていうのはやっぱり、ね、あの福島の原発事故からやっぱり10年経ってやっぱり関心なくしてるっていうことがあると思うんです。でそれからね戦争もねで65歳以上でそういうふうなあのことをやっぱり戦争とかって考えてらっしゃる方多いと思うんですけど戦争ネタも意外に低いんですよね。 で、戦争も沖縄も沖縄じゃないあ,のあ、沖縄も低いですねで沖縄戦見に来られた方結構あの年齢層高かったんですけどねその沖縄の話をしてもねそんなにいかないでじゃあ映画ファン映画ファンの人が多いのか、まあ、そもそも映画の部屋ですかねっていうんですけどでも映画のネタこの映画おすすめとかっていうので JFK とか水俣とかロボコップとかの話しましたけどそれもそんなに高くないんですよでまあ 太郎さんの話すするると高いってなるんですそれはやっぱりねあの令和を応援している方々がたくさん見てくださっているからだと思うんですけれどもそれ以外で言うとね高いのはね政治ネタ現代のね、えー、政治のネタそれからマスコミのネタマスコミがなぜこんな風に駄目になってしまったのかとかマスコミの問題点とか語るのはね数字がいいんですよ。そっから推理していくと、えー 原発とか沖縄とかまあちょっとか現進行系って言ったらそうなんですけど、えー、そういうことよりも今起こっている話題のことの選挙であるとか政治であるとか、えー、いうふうなところにやっぱり興味があるっていう人たちが多いのかな、まあ、僕の俺を見てくれてる方々の中で,ですけどねそういうような気がしますね。 で、まあ、低い中の、まあ、代表格は、あの、僕自身の話。<laughs> 僕の昔話っていうか、えー、ライターをやってた頃の話とか、えー、脚本家時代の話とか、アメリカ時代の話とかね、まあ、非常に低いですね。だ <laughs> から、見てくださった方が多分、僕に関,関心はないしい、僕のことはやっぱりそんな知らな,知らないと思うんですよ。ただ僕の話すネタで、こう、政治のこととか、 えー、マスコミのこととか、えー、山太郎さんの話とかっていうような興味持ってくれるっていうことなんでねそういう傾向の方が多いんだなっていう風うなのも思います映画の話するだけだったらねそんな人がたくさんいるんで僕しかできない話とか僕しか気づいてないような話をするからこそ意味があるんでだからあまあまあそういうことで言うと うんうんうん、あの、ありかなって。映画監督でね、あの政治やマスコミの話する人って、あの、あんまいないと思うしっていうか、もう、とにかく、結構、監督という人たちは、まあ、政治には今、触れたがらない、まあ、お笑い芸人さんも一緒ですけれどもね、うん、いうのが多い中で、こんなこと言ってるね、もう、っていうところが、まあまあ、もしかしたら売りなのかっていうか、とから特色なのかなと思ったりはしてますけれども、えー、ちょっとお便り紹介、あの毎回、100回と150回の時お便り紹介したんで、ね、しますね。